はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンボール Z カカロット続きやっていきたいと思います。ですね。父さん、どれくらいで元気になるんだろう。大した時間もかからないってベジータが言ってたな。倒しまして、まあ、サブストーリーですね。フリーザが今追っかけてる。フリーザの気は近くには感じないな。最長老さんのところにいるのかな。どこにあるんだよ。フリーザ軍、くそ、見つかったか。やっつけなきゃ。お、撃退しますか。はぐれ兵士スイッカ、よーし。やる気なるか。やる気なんだな、師匠。お、決心殺。そう、いて弱すぎるぞこいつ。高三だ、おめえらの勝ちだよ。だからもうやめてくれ。でもってなんだよ。お前もしかして高三してるやつに追い打ちをかけるっていうのか。そんなことしないけど。だったらもうやめだ。いいな。はい、ほえらく聞き分けがいいな。っていうかお前らフリーザ軍じゃねえな。お前らの顔は見たことないぞ。あ、そうか、俺たちこの戦闘服を着てるから勘違いしたのか。だよ、紛らわしい格好すんなよな。するものされぬかと思って焦ったじゃねえか。ごめんなさい。今度から気をつけてくれよ、ったく。なんで俺らが謝らなきゃいけないんだよ。あ、でもフリーザ軍の兵士がこんなところで何を、なんで仲間の姿を見て怖がってたんですか。さっきも言ったがよ、連れ戻されると思ったんだよ。俺はよ、フリーザ軍のシェフとして少しは流し入れててな。お前らも聞いたことないか、名シェフスイッカの名前を。よ、すいません、聞いたことないです。学、俺もまだまだだな。まあいい、とにかくだ、俺はある目的があってわざわざ舞台に入れてもらってはるばるこの星まで来たんだ。その目的とはこのナメック星でしか取れない幻のフルーツを手に入れるためなのさ。おらよ、どうしてもそれを手に入れたくてよ。だからこっそり舞台を抜け出して探しに出てたってわけだ。ああ、だから連れ戻されると思ったってわけか。でもナメック星にそんなんがあるなんて知らなかったですね。どうよ、興味あるなら俺の手伝いをしねえか。何、悪いようにはしねえって。どうします。クリリンさん、手伝ってやりたいんだろ、お前のことだから。嬉しいじゃねえか。それじゃあ早速頼むぜ。いいか、幻のフルーツってのはなめなメロン、アジサオレンジ、そんでマイマイヤシの実ってんだ。それってどこに生えているんですか。それが分かれば苦労はしねえ。ただコンピューターによるとメロンは岩場付近に実ってる、生えてるらしい、追ってるらしいか。オレンジはちょっと信じられないんだが、なんと樹木の根に追っているらしいぜ。珍しいよな。あれ追ってるだよな。じゃあマイマイヤシの実ってのは、マイマイヤシの実ってのは高地の木で実ったものが地面に落ちてさらにコロコロ転がり落ちることで成熟していくらしい。つまり転がり落ちた場所を見つければいいわけだが、それがどこか全くわからん。案外弓とかに落ちてたりしてかもな。そこんとこも詳しく調べてくれ。ちゃんと全部見つけたら褒美はするからよ。それじゃあ3つとも集められたら報告しますね。頼んだぜ。経験証がもらえるからね、いいよね、そういうのね。はい、ということで、こっちなんか、あ、海にある、本当に。ってことは海の中にあるね。あった。あとは、お腹空いてきたかも。飯にしようぜ。あった。いいね。僕でもなんとか。岩場、ここら辺だね。
あったあった。これで、はい、よしと。つきましたよ。はい。お待たせしました。全部見つけましたよ。やるじゃねえか。頼んで正解だったぜ。ほう。どれどれ。なめなめろん。ぬるっとした口当たりで、噛めば口中に甘い果汁が溢れ出す最高のメロンだ。もっともこれは普通の人が食べると何もないが、とある種族が食べると興奮状態に陥る成分が入っている。え、そうなんですか。アジサオレンジ、こいつはとにかく香りがいい。花の蜜の香りの中にツンとしたオレンジの香りが主張してくる。もちろん味も完璧だ。柔らかいから皮も食べられるんだぜ。しかもだ、実はこのオレンジには少しの時間だけだが、飛躍的に体を活性化し力を何十倍にする効果がある。ただしさっきのメロンと同じくその効果が得られるのはある種族だけだ。さっきから言ってるある種族っていうのは実は気づいてるんじゃねえかお前ら。まさか。そうさ、その種族に当てはまるのが俺だ。お、うわば、すごい一気に気が膨らんだ。どうだ、わかるか、この身から溢れる超パワーが。こいつ俺たちを騙して、まあいい気分だぞ。これでお前らに再婚ジュースを作ってやるぜ。え？くく、この超パワーがあればマイマイヤシの実を割ることができる。そう、メロンもオレンジもヤシの実を割るために必要だったのだ。もちろんメロンはヤシの実の味をさらに濃厚にし、オレンジの香りやジュースの完成度をさらに高める役目もあるがな。ふははは。はあはあ、大丈夫ですか。なかなか反動がでかくてな。だができたぞ、最高のジュースが。さあ手伝ってくれたレーダー持ってけ。お、スイカジュース。ありがとうございます。はあ、疲れた。俺は少し休ませてもらうぜ。今回手に入ったフルーツを使って、より美味しく楽しめる料理を考えたいしな。この人、本当に料理が好きなだけなんだな。ええ、僕、てっきり戦うことになるかと思いましたよ。俺も、実は気をためちまったぜ。だってそうだろ、身は悪いことを考えてそうじゃねえか。実はだね。この手のやつらって。ですね、笑い方も悪そうでしたし。なんだよ、ジロジロ見て。おいおい、やめろよ。俺のこと名シェフだって改めて思ったんだろ。クックック、照れるじゃねえか。フリーザ軍にもいろんな人がいるんだな。おい。お、いいね。2万持ってる。さて、行こうか。寄り道もしたことだし。誰かが飛んでる。この木はやっぱりデンデだ。クリリンさん、ゴハンさん、どうしてここに。ああ、それがやっとドラゴンボールが揃ったのに何にも起きなくてな。それで最長老さんとこへ聞きに行こうと向かってたとこだったんだ。やっぱりそうだと思いました。僕は最長老様に言われて願いの叶え方を教えに来たんですよ。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないんです。ナメック語、それは確かに僕らには無理ですね。急ぎましょう。最長老様の寿命が近いんです。それにもうすぐこちらにフリーザが来るかもしれません。そうか。ところでベジータは休息するとか言ってたよな。はい、もしかすると眠ってるかも。よし、できるだけ気づかれないように戻ろう。到着っと。ベジータはどうだ。あ、眠ってますよ。あいつ戦ってばっかだったからな。しかしこれはベジータを出し抜くチャンスだ。あいつに悟られないようそっとドラゴンボールを離れた場所まで運び出そう。シェンロンが出た時に気づかれても少しは時間が稼げるからな。
よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。はい。ん？な、何かがこっちに近づいてる。すごい速さで。え？フリーザだ。急げデンデン、早く願いを叶えさせてくれ。はい。タッカラプトポッポルンガプピリットバロ。光った。あ、空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ、さあ願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ、さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ。まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。えっ、そんな。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピッコロだ。ピッコロさん、そっちの状況は分かった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いでこの俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、さん。頼んだぞ。3つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリゴ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポー。わかった。一つ目の願いを叶えてやろう。はい、神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。はい。テルモパラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここがふるさと、ナメック星か。なるほど、妙に懐かしい気分だ。
干渉に浸っている場合じゃない。ご飯たちを探さなくては。遠くにとんでもなくでかい木を感じる。こいつがフリーザって化け物か。その近くにもでかい木が3つ。こいつがご飯たちだ。フリーザが近づいてきてると思えば、どういうことだこれは。なぜ空が、この星に夜はないはず。なんだあの化け物は。それにドラゴンボールも奴らもいない。あの化け物はあいつらの言っていたドラゴンボールの竜か。くそー、あのガキども、この俺を出し抜きやがったな。二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言うがいい。叶えたって、言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここへ来て欲しかったのですか。そんな。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ愚か者め。フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだ1つ叶える願いが。バカ、しゃべるな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。3つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデン、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。なぜ竜が消え、ドラゴンボールがあんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと。俺の不老不死はどうするんだ。それは。フリーザ、やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか。どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ、虫けらどもー。じわじわと殴り殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。そんな
なんて気だ。勝てるわけ ないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身？変身って何だってんだよベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。チッ、そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザ、今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。敵だ。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。な、何？ばっ！情けない面だぞベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。おのれ。さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた。クリリンさん、よくもクリリンさんをここで戦うんかい。あいつを助ける気だ。無駄だ、すぐ死ぬ。クリリンさん助けなきゃ。おっと、すまんすまん。やはりどうもパワーがありそう。自分をうまくコントロールできないよ。やばい。
浮上して理性を失うとここまでパワーが引き出せるのだ。あれ気しかねえのにあと。貴様、ただのチビではないようだな。お、ベジータ30になった。今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。しかし相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけだ。畜生、俺たちの考えは相当に甘かったらしいな。でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな気を感じる。俺とそっくりだ。ナメック星人か。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの願いが叶ったのか。よかった。いろいろと事情を知っているようだな。ならば俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが見殺しにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすればフリーザにでも勝てたろうに。何？再び神のやつと同化して一人になりさえすればフリーザって野郎の力さえしのぐというのか。そうだ。私はフリーザに圧倒的にやられはしたが、あいつの力は よく分かったつもりだ。今さらどうしようもないことだ。それに俺はあんな奴と二度と同化する気はない。私と同化しろ。そうすればお前のその力が数倍にもなる。何？貴様と？時間がない。私はじきに死んでしまう。早く私の体に手を置け。心配するな。人格はお前のものだ。いいだろう。試してやる。絶対にフリーザを倒せ。いいな。貴様に言われるまでもない。まさかこんなことが。なんという力だ。信じられんほどの凄まじい力が。これがどうかというやつなのか。今行くぞ、ご飯。やばいっすね。あ、この力があれば勝てる。どんなやつであろうと負けるはずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたのだ。じゃあね、まあエンブレムだけちょっとくっつけて、神ピッコロ、神ピッコロネイル。悪の心に染まるでないぞ、ピッコロよ。最長老様のことも忘れるなよ。チッ、やかましい奴らだ。
嘘つきは地獄に送っちゃおうかな。神が嘘をつくはずありませんぞ。